皆さんこんにちは。今日はカラメルに登場するキャラクターウーパールーパーを刺繍していきたいと思います。今回は比較動画ということで、刺繍糸と毛糸を使用して同じ作品を作っていきたいと思いますので、興味のある方は最後までご覧ください。今回使用する刺繍糸はダイソーさんで販売されているマリンカラー12カラーズです。針は3本取りのものを使用します。それでは早速刺していきたいと思います。こんな感じで刺し終わりました。次に濃いピンクのところを刺していきたいと思います。口や尻尾も濃いピンクで刺していきます。はい、できました。続いて体全体を刺していきます。すべて刺し終わったので表を見てみたいと思います。こんな感じで可愛くできました。整えるのは後ほどやっていきたいと思います。続きまして毛糸で刺繍していきたいと思います。使用する毛糸はダイソーさんのレースヤーンブラックとコットナブル桜、こちらは伊沢屋さんで購入しました DMC ハッピーコットンの濃いピンクを使用します。針は極太です。それでは刺していきたいと思います。やることは刺繍の時と一緒なので、サクサクと進めていきたいと思います。私結構毛糸を使って刺繍するのが苦手なので、完成がちゃんとできるかなって心配だったんですけど、まあ、ある程度形にはなったので見てもらえればなと思います。こんな感じで線ができました。次は顔を刺していきます。はい、こちらすべて刺し終わりました。表を見てみたいと思います。こんな感じになりました。刺繍糸の時と雰囲気が変わったかなと思うんですけど、こちらを整えて刺繍糸で作った方と見比べてみたいと思います。見比べるとこんな感じになります。皆さんはどちらがお好きですか？刺繍糸の方は目が細かい作品になったなと思います。
毛糸の方は糸の存在感がある刺繍になったのかなと思います。まだまだ練習不足なのでたくさん作っていきたいと思います。皆さんもぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。